偵察衛星を搭載した新型ロケット打ち上げの映像を公開した北朝鮮今朝国営メディアは金総書記が国家航空宇宙技術総局の科学者らと昨日記念写真を撮ったと報じましたまた娘らとともに臨んだ宴会の写真では国家航空宇宙技術総局を示すナタのロゴが入った T シャツを出席者たちが着ている様子が確認できます 金総書記は、偵察衛星の保有は敵対勢力の危険な侵略的行動を抑止すべき、我が武力にとって正当防衛権の堂々たる行使になるとして、日米韓3カ国に対抗する姿勢を強調しています。米国および韓国とも連携しながら、分析を進めた結果、北朝鮮が発射した何らかの物体が地球を周回していることを確認いたしました。